はい、どうも皆さんこんにちは、アウトドアに憧れるインドア山尾です。ついに今回やってきました、こちらです。ウーフークラシックレトロ X ジャケットです。早速開けていきましょう。僕が選んだ色はナチュラルというものですね。で、どこで注文したかというと、オンラインストアですね。ネットパタゴニア公式のオンラインストアで購入しました。開けていきましょう。この僕が注文したのは M サイズです。このね、ジャケットはちょっと大きめにできているので、そこは各々で判断して、購入するといいと思います。そいやこうなんか触ってみるとね、他のフリースとかと違ってこう芯があるというか、防風がしっかりしているなっていう印象を持ちます。はい、で見ていきたいんですけど、最近ね、似ているような商品がたくさん出回ってますよね。去年も人気だったこともありますけど、今年も人気になることを物語ってるんじゃないでしょうかね。いろんな似たような商品が出ているのって、ただやっぱりね、本間もんのレトロ X はね、見た目だけがいいというわけじゃなくて、機能性もいいということをね、早速それでは見ていきましょう。まずはですね、ポケットが3つあります。まあ、ポケットが3つあるんですけども、1つはここ左の胸元ですね。ここにパタゴニアというこの刺繍もありますね。まあ、思ったよりなかなかまあここに手のひらが入るぐらいの大きさのポケットがあるのと、このお腹の部分ですね、左右にポケットがあります。こちらは 胸のポケットよりも少し大きめになってます。3つとも全部ジッパーがついています。で、表生地ですね、ここすごい羊みたいで可愛いですけど、こちらがね、6ミリの厚手のフリースとなってるんですよね。なのですごいあったかいんです。で、この内側なんですけども、メッシュっぽくなってるんですけど、こちらがですね、内側は吸湿発散性通気性に優れたメッシュを使用していて、すごい機能が抜群なんです。で、先ほど表地を言ったんですけど、この内と表地の間ですね、裏地との間に防風性バリアを挟んだ素材を使っているということで、かなりの高機能になっているわけですね。3層になっているということです。これがやっぱり他の似ている商品と違って高機能でやっぱりいいというところですよね。で、フロントジッパー、先ほど紹介しましたけど、この内側これですね、ウィンドフラップがあるので風が入りにくいという構造になっているということです。あとはですね、肩と腕の動きを促進する Y ジョイントの袖ということで、こうね、こういうことですよね。いや、今着ていてすごい暑いですね。僕の身長175センチ、体重63キロ、M サイズでこんな感じです。手も若干余裕がある感じですね。最後にですね、まあ、この商品はですね、保温性、防風性、耐久抗菌、防臭加工、吸湿
耐久性、撥水加工を施されている商品で、さらにですね、重さが 77.4g ということでね、高機能でありながらもそこまで重たくないということで、非常に使っていきたいなと思います。山棒の動画、あとはですね、パーカーと合わせたりしてね、着るという方法もあるということで、まあ、僕はそんなファッションとか得意じゃないんで何とも言えないんですけどね、いろんな使い方があると思います。ということで、本日は、クラシックレトロ X ジャケットの紹介でした。またよろしくお願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。